です。求めているの。ライドご飯。ライドご飯の時間がやってきました。イエイ。イエイ。はい。今回ですね、香川県の豊島ではるばる行ってきました。はい。もう香川県って言ったら、いつもうどん。そうだね。ばっかり回ってたんですけど、最後のご当地ラーメンっていうね。借金が何か聞いてですね、これも絶対行きたいなと思って、それがなんと、讃岐ラーメンっていうのがあるっていうことでね。はいはい。どんなラーメンなのか。そうね。ちょっとこれ検証してみなければと。そうだね。ということでね、やってきたんですけども、最後のご当地ラーメンとか聞くと、もうますます思いますよね。むしろ特にね。ご当地ラーメンオタクですから。だってもう自分はさ、この日はさ、もう高松で、高松屋さんも食べててね。まあ一緒にね。そうそうそう。一個ほら、やりきってたから、もう目の下がそれも、俺まで行くっていうか、おすげえな。まあということで、どんな味なのか、行ってみたいと思います。それでは、ゴー！じゃん。ハマンド。素敵な佇まいです。行ってみましょう。行きましょう。
卵。食べてきました。食べてきました。普段食べてるラーメンと全然違う。全然違う ね、味わい、うん。もう、うどんでもないんですけど。うん、そうなんだよね。うどんでもないんですけど、うん、本当に全然違う味わい。うん、この魚介の風味とかね、その香りがすごかったですよ。確かに。うん、あれ、やっぱり、その地域というか。瀬戸内海のね、なんかいりことかがなんか使われてるらしいんですけども。うんうんうん、でね。ちょっとまずラーメンに行く前に、はい、自分だけがライス食べたんですよ。ああ、そうだった。らしくね、うん。自分食べなかったね、ライス、ね。食べなかったでしょ、うん。で、まあ自分は食べたんですけど、うん、このライスがね、うん、本当にうまかったですよ。うん、本当にラーメン屋さんのライスで美味しいって言ったら、うん、ここか、うん、萩原屋さんか、お上越屋さんかって言われて思った。でもそれはすごいレベルの話だよね。わかる今。もうツヤツヤで、でもここはその中でも突出してるぐらいうまかった。マジで？うまかったです。それすごいよ。だってご飯だけでバクバクいけるんだって思ったぐらい。この自分がね。だってあの時確かね、メノシートが、マコライス食わないでいいのって言われたの覚えてて、自分なんか食べなかったんですよ。まあそんな感じで、はいはい、まずここが、うん、この、まずこのライスにちょっと衝撃受けたんですよ。うん、で最後まで実は取ってて、うん、なんかこう一緒に食べるのどうなのかな思ってて、一緒に食べても、なんか味が分からへんと思って、ね、まずラーメンだけまず食べたんですけど、うんうん、いや、うまかったですね。うまかった。と、ラーメンどうでした？ラーメンね、実はちょっとね、そのラーメンね、うん、店入る前から、うん、ここものすごいのどかな感じだったじゃないですか。雰囲気最高ですよ。それがね、うん、ラーメン食べたら全く同じ印象だなと思った。あ、なんかさっきメノシータは、うん、まあラーメンすごくザ・ラーメンな感じじゃないっていうようなこと言ってたでしょ、うん、でもうどんでもなく、でもなんかね、のどかな感じだけはもうね、さすがこう、やっぱ、香川県のものだなっていう感じが勝手にするような、うん、味もね、アタックがあるわけじゃないんだけど、うん、出汁が出てて、うん、本当にのどかだっていう印象がすごくある、うん、頭の中に。店内もね、うん、すごい居心地のいい店内でしたよね。ねだから多分、うん、店内もちょっとうどん屋に来たような雰囲気。そう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 、そう、ほんとそういう感じ。なんかね、うんうん、で麺がわりかし太めで、そう。麺がうまかったですよね。うまかったね。うまかったね。うん、この麺は、噛んでても本当気持ちがいい麺でした。わかる。で、小麦の香りが、他よりもはるかにしてくるような。ああ、そうだね。だからその辺やっぱ、その辺もやっぱりこう、ラーメンっていうよりは、なんかうどんとの中間みたいな、なんか不思議な感じだったよね。うん、確かに。麺ね。あと、チャーシューも、美味しかったですよ。うんホロホロした感じでね、うん、柔らかいチャーシューでしたね。そうだね、うんうん、私もその麺がやっぱりね今でも脳裏に焼き付いてるぐらい、うん、やっぱ喉越しが良くて、うん、それそれ喉越しがすごい良かった、うん、すごい良かった、うん、びっくりしたね、うん、だからそれですごくね満たされた気持ちになりました、うんはい、まあなんか食べ終わった後も、うん、本当にこう田んぼの中っていうか ね、まあ、全部じゃないですけど、うん、目の前とかこのどかで、うん、いやいいとこでしたよね、ね本当に、うん、香川の中心から行ったもんねだいぶ行きますね、うん、行きましたねここ行くだけのために、うん、高知県に行く時に寄ったんですよそうそうそう、うん、いや行ってよかったですねそうだね、うん、また、うん、今年も四国に行く機会あるので、うん、その時はぜひこのハマンドラーメン寄ってみたいなと思います、ね、いいね、うん、あとやっぱりこう四国のこの香川県で、うん、はいなんかこうおすすめのラーメン店があれば、うん、ぜひ教えていただきたいなとそうだねもう、 うどんは、うん、もうかなり回りましたからね本当行ったそうね、うん、
ほとんど動画にしてないんですけど、相当行ったんでね、もうラーメンちょっと行きたいですね。回りたいね。はい、あと焼肉店とかも教えていただいたら嬉しいですね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。